まあ、うちでいくと、実は未経験の人がほとんどというか、経験者、多分ね、今まででいうと、ほぼいないのかな。このクライメートテックでスタートアップをする、あるいはスタートアップで働くっていうことにチャンスってありそうですか？ベンチャーキャピタルの仕事に関して興味のある方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、実際にこう中途でジョインして、日々どんな仕事を進められていくっていうのは？ああ、そうですね。結構よく言われるのが、ベンチャーキャピタルというのは総合格闘技的な例えをされるんですけれども、いわゆる財務モデリングゴリゴリやってるんですかっていうと、実はそんなことなくって、まあ、特にちょっと我々アーリーの、VC っていうのもあって、なんかあんまり財務モデリングとかどれだけ精緻に作ってもそこまで意味をなさないっていうところもちょっとあるんですが、とはいえそのやっぱフィナンシャルリターン大事なので、より重要なのがやっぱりこういかに自分で労働的に動いてこうスタートアップの人とコネクションを作ったりとかですね、そういうことができるからっていう方が大事だったりはするという感じなので。まあ、うちでいくと、実は未経験の人がほとんどというか、経験者、多分今まででいうと、ほぼいないのかな。はい、全職がベンチャーキャピタルっていうのはいない。いないですね。はい、もう基本コンサルか、投資銀行とか、近いのかもしれないですけれども、ただど真ん中でやってきた人というよりかは、何かしらのハードスキルをで身につけたような、状態で、ジョインしている人がほとんどで、実際にそれでもこう、しっかりと仕事はできるんだなっていうのは実感としては。なるほど。いわゆるソーシング業務っていうスタートアップの投資先を探すっていうところが一つの業務だと思いますけれども、ただ一方でもう御社の場合はシードステージというよりはどちらかというとすでに投資が入ってる企業さんに対して投資をするっていうのがメインですね。あとやっぱり他の VC さんとのネットワーキング、その非常に大事ですね。インバウンドのご紹介みたいなのも本当に大事ですし、なので横の VC のつながりみたいなの本当に大事にしてますし、結構この業界来てよかったなと思うのはそれが一つあって、コンサル時代って今横バチバチなんですよね基本もうコンペの相手でしかないですし、何か一緒にやるってまずないんですけど、この業界の面白いところはそういう横のつながりも、ポジティブに業務に結びつくっていうのは本当にいいなと思ってるところですね、今では。ちなみに海外のスタートアップに投資することっていうのもあるんでしょうか？弊社は国内のスタートアップにフォーカスしてますね。海外に姉妹ファンド的な位置づけはスパイラルベンチャーズっていう東南アジアに投資しているみたいなんですけども、彼らは東南アジアで、我々は国内でやってるっていう感じですね。ただ私的にはその国内のスタートアップがやっぱ海外にどんどん出てきていってほしいなということで、スタートアップ側だけじゃなくて、私にも海外の VC とかですね、リレーションを構築するように努力しているという感じですけど、海外のスタートアップには投資はしないと思いますね。直井さんはクライメートテック中心に投資をされているということですけれども、今日本のクライメートテック領域でのスタートアップの現状だったり可能性、この辺りをですね、ぜひこれから聞いて伺っていきたいなと思います。今まさに直井さんはクライメートテックかつ日本企業のスタートアップ企業に中心に投資をされているということですけれども、私の率直な印象としてはまだまだ日本のクライメートテックスタートアップは少ないんじゃないかなと思いますけれども、いかがでしょうか？まず現状。そうですね、これはもうゆうさんのおっしゃられる通りで少ないんです。グローバルでおそらく、推計ですけど2万社はクライメートテックスタートアップはありますし、ユニコーンの数的なところで言っても80は超えてるのかなっていう感じですし、エグジットも M&A 含めて、270社近く残念ながら国内でいくと、まず今時点でスタートアップと呼べる企業数でいくとおそらく200ぐらいだろうという感じですし、時価総額っていう観点でいくと本当に数社とかなのかなというところと、あと本当にエグジットの事例とかっていうところでいくと、本当に古くはニューベレナさんとかがありましたけれども、例えば先ほどのエネチェンジもそうですし、そういったところぐらいなので数が少ないというのがおっしゃっていた。どうしてそんなに違うんでしょうか？日本もカーボンニュートラル2050を掲げていて、おそらく先進諸国と同じかちょっと遅いぐらいに名乗りを上げたっていうタイミングで、あまり国としての力の入れ具合ってそんなに大きな違いは、欧州の場合ってないのかなとは思うんですけれども、なぜそういった違いが生まれてるんでしょうか？今IT 系のやっぱりスタートアップというのは、GAFAの頭に何百兆円という時価総額ということになっていて、で、そのやっぱり上場とかを通じて生まれたその資金というのが、やはりその IT 系のスタートアップのエコシステムを作っているやっぱり原資になってると思っているんですよね。なので、Web1.0 の時代から 2.0 で今も 3.0 まで発展してっていうところなんですけれども、クライメートテックの領域で国内でそういう動きができているかっていうと、やっぱりまだちょっと IT 系のところもこれから徐々にユニコーンが増えていくっていう感じなので、スタートアップのエコシステムそのものの差っていうのはちょっとやっぱり出ちゃってるかなっていうところと、実際に米国なんかでいくと、ジョン・ドアもそうですし、ビル・ゲイツもイーロン・マスクもそうですけれども、やっぱりその IT で成功したその、資金がクライメートテックに流れてきてるっていうのが、大きなやっぱり流れを今生み出してるっていうところがあるので、やっぱりその資金的な背景っていうところが結構違うのかなっていうところがあります。なので、もちろんその大企業のそのクライメートテックの技術力って全然負けないものがあると思ってるんですけれども、スタートアップに関してはやっぱりそのちょっと資金のその流入の観点で少し水開けられちゃってる感があるかなというところですかね。確かにマクロ的な意味の資金の流入って、そもそもこのクライメートテックに限らずだいぶ差はありますよね。一方でそのクライメートテックって近年よりディープテック化していると思うんですね。ソフトウェアだけというよりはもうハードウェアだったり基礎研究からしてスタートアップにしていると。そういった時にいわゆる研究機関だったり大学の技術っていうのが起業のシーズンになるのかなと思います。海外でも、特に北米では大学の先生がスタートアップを立ち上げるっていう形もあると思います。日本ってまだまだそれが少ないのかなと思うんですね。なぜ日本のディープテック研究機関初のスタートアップって少ないんでしょうか。これ資金というだけの問題ではない気もするのかなと思うんですけど。そうですね。正直アメリカもどちらかというと最近かなと思いますね。その流れが加速し始めたので、私が当時アメリカにいた時とあって、フィンテックバブルがはじけたという時代で、私のそのカネギメの大学の同僚とかもじゃあスタートアップに行くかって全然そのパスってなかったんですよね。でテスラが、2010年に上場してから、そこからテスラマフィアと呼ばれるような、やっぱりテスラに似た人たちが共同創業なり、創業してっていう、やっぱりその第2波的なのがやっぱり起きてきた中で、理科系の先生たちもやっぱり儲けるというところにつながるんだっていうのに気づいて盛んになってきたっていう、背景があるので、じゃあもともと2000年代とか、あるいはその前からじゃあそういうマインドが海外のその大学教授が強かったかっていうと、そうではないかなというふうに個人的にはちょっと感じてはいて、一方でテスラみたいなその事例とかも出てきた中でチャンスだと思えてきたというところがあるのかなっていうところもあるので、ちょっとこういうその文化的な違いみたいなのが要因なのかなっていう気がしますね。そうするとある意味政府も非常に後押しをしている日本の状況からすると、今後民間企業出身のスタートアップ起業家だけでなく、研究機関初のスタートアップっていうのも時間差で今後増えていく可能性っていうのは期待できそう。そうですね、そうなってほしいですし、私がこの1年半見ている中でも徐々にそういう事例というのは生まれつつあるのかなというふうに思いますね。先生側もこれまでって一緒に起業しませんかって急に知らない人から来ても、いやいやちょっと怪しいなこれってね今ってでもそういう選択肢ってあるんだなって、徐々にやっぱりそのアントレプレナーシップみたいなものが先生方の中でもこう浸透し始めてるフェーズに入ってきてる感覚はあるかな。現状ですとまだまだに海外との差は非常に開けているという理解の中で、ただ今後に関してこのクライメートテックでスタートアップをする、あるいはスタートアップで働くということにチャンスってありそうですか。そうですね、今後はすごいあると思いますね。今VC のそのスタートアップ投資におけるそのクライメートテックの割合で海外だともう 20% ぐらいまでいってるんですよね。もともと1桁とかだったんで、特にこの1年ぐらいで相当伸びて、いずれにしてもそのやっぱクライメートテックって非常にビジネスオポチュニティだよねって思われ始めていて、少し紐解くと、私が5年前とかにコンサルやってた時ってまだどうなるかよく分かんなかったんですよね。脱炭素のシナリオに行くか、あるいはこのまま温暖化がどんどん進んでしまうシナリオかっていう、この二律背反っていうその問題に対して、いやもう分かんないじゃんという見方をする人も多かったんで、一方で今って地球の温度がどうなるかはさておき、でも少なくともカーボンゼロにしないといけないっていうのはかなりその不可逆と言い切ってもいいぐらいなやっぱり今ムーブメントになってるかなと思うと、と、それに応じてビジネスオポチュニティもそこにやっぱり生まれてくるっていうのが、これはやっぱり海外の見方だからこそ、やっぱりそれだけ VC のお金がクライミングテックに流れてきてるのかなというふうに思います。なるほど。これまでクライメートテックという言葉を使っていますけれども、これ具体的にはどういう領域を指すんでしょうか？そうですね、先ほどおっしゃってた、やっぱりディープテック系もあると思うんですが、一方でそのなんか可視化とか、そういうソフトウェア系もこれはクライメートテックだと位置づけられるかなというふうに思っているので、そのテクノロジーという観点でいくと、ハード、ソフトどちらも当てはまるかなというふうには思いますね。で、産業軸っていうところでいくと、運輸部門とか、エネルギー部門とか食農であるとか、そういうところはいわゆるその多排出産業と呼ばれるようなところなので、産業軸で見ると多排出産業に対して減らせる技術っていうのは、そういったクライメートテックとしても位置づけられるかなと。なるほど。はい、まさにこれ業界で分けるというよりはもうバーティカルですよね。いろんな領域でクライメートテックができてきているという。そうですね、もちろんその業界軸のテクノロジーっていうのもあるかなというふうに思いますし、一方で業界横断的な技術もどちらもあるのかなというふうに。もう至る所でカーボンニュートラルをしなければいけないという状況の中では、もうどこにでもチャンスが眠っているとも言えそうですよね。そうですね、それは本当おっしゃる通りで、クライメートテックのその市場ポテンシャルっていろいろな数字があるんですけれども、例えば今世界で排出されている、年間59ギガトンぐらい排出されているって言われてるんですけれども、これを単純な炭素価値に置き換えるだけで1000兆円とか。それぐらいにもなりますし、それは単純な炭素削減の価値なので、その既存産業をリプレイスしていくっていうテクノロジーもあるので、そうするともう多分それにとどまらない数字っていうところがあるのかなということで、そうなるとやっぱ当然ですけれども、かなりビジネスオポチュニティとしては至るところにあるんじゃないかなっていうのが、これはやっぱり欧米の見方かなと思いますね。その中でも特に直井さんが今ご注目されている投資テーマだったりジャンルって何かあったりされるんでしょうか？本当あらゆる領域でチャンスがあるので、我々そのベンチャーキャピタリストってもちろんその仮説ドリブンでこういう領域がすごく有望だよねっていうところと、あとはそのボトムアップで本当にリアルに人と起業家の方とお会いして判断するっていう、やっぱなんかその組み合わせだったりはするので、特にその後者の方で言うと、あんまりこうなんか領域絞らずにその事業計画であるとか、その経営者の方へのそのフィーリングっていうところで判断してるとかありますね。一応トップダウンのところでいくと、やっぱり先ほど申し上げたように、このセクターで言うとやっぱり運輸、エネルギー、あと食能ですかね。この3つはやっぱり当然チャンスとしてやっぱり大きいので、そこは特に見ているところではありますし、あとはその業界横断的なところでいくと、やっぱり私、マテリアルサイエンスのバックグラウンドもありますし、やっぱり日本そこ強いかなと思っているので、その材料をかける脱炭素っていう領域も非常に注目してありますね。やっぱり業界が大きいところではその分 CO2 も出ているから、そこの CO2 をなくしたりカーボンニュートラル化したり、あるいはこう吸収したりみたいなところのチャンスもまた大きくなる可能性があるということですね。そうですね、その種類、はい、ありました。PhD ホルダーである必要があるかって全然そんなこともないかなというふうに思ってますし、何よりそのやっぱ企業のハードルって観点だと